called the Tuileries, Jardin des Tuileries, the garden of the, I don't know. No! チェイルリー庭園みたいなとこにいます。めちゃめちゃ綺麗です。ロックセッションの会場に来ました。やばいっす。いやもう感激です。まさか来れる日が来ると思ってなかったんで本当に嬉しいです。ロングボード知らない人でこの動画見てる人のためにご説明すると、この場所っていうのはロングボードのなんて言うんだろう、公式練習会みたいなのがあって、それがドッグセッションっていう名前なんですよね。そのドッグセッションができた場所がこの場所なんですよ。で今ではドッグセッションどこどこって言って、世界各地にこの公式練習会っていうのがこう広がっていってるんですけど、まあ、それができたのがここだし、毎月か分かんないですけどここで大きい練習会が開かれてるみたいな場所です。その世界で一番有名でめちゃくちゃうまいロングボーダーのロトビーって人も結構ここで練習してる動画をたくさん上げてて、ロングボードやってる人なら知らない人はいないっていうぐらいのすごく有名な場所なんですよね。さっき見た場所と同様に僕もロングボード始める前からここで滑ってる人たちの動画を見てて、もうなんだろう、本当にもう憧れの場所っていうか聖地みたいな場所がここです。もし行けるならこの場所に行きたいって思ってるロングボーダーも多分たくさんいると思います。それぐらいこう特別で有名な場所です。本当に素敵な場所で、ここから見えてるのがあれがルーブル美術館で、この橋か奥に見えてる橋わかんない、どっちかがなんか南京錠がめっちゃかかってる橋、すごい有名な橋があれ、もしかしたらもう一個奥かもしれんけど、このおびただしい数の南京錠、これ嘘みたいな話ですけどこの南京錠の重みで橋一回落ちたらしいですからね。上から見るとこんな感じです。やばい。あと言わんかったけどこれセーヌ川です。やばい。こんななんか世界的に有名なものが密集してる場所にドッグセッションの場所はあるみたいです。動画で映り込んでて見たことしかないこのなんて言うんだろう、飲み屋さん、すごい雰囲気あっていい感じです。あ、こっちがあれだ、こっちでもよくやってますよね。最高。やばい。ただあれですね、思ってたより路面は良くないです。別に悪くはないけどめちゃめちゃいいわけじゃないですね。さっきの場所のが路面の調子はすごいいいかなっていう感じ。でもそういうことじゃないよね、惚れたこと自体が本当に嬉しいです。めっちゃ幸せです。やばい。イエス。OK。 あおおOh
was in Japan. Yeah. And it was amazing. Really? Yeah, it was my best travel. Yeah, so I love it. Thank you. You're welcome. ちょっとじゃあひとしきり見て回ったので、次の僕のサポーターの方を紹介しようと思います。次紹介する僕のサポーターの方は、まっちゃんです。まっちゃん、応援ありがとうございます。まっちゃんも僕のことずっと応援してくれてる方です。動画上げるたびにかっこいいって言ってくれたりとか、めちゃめちゃ僕に自信をつけてくれる存在の一人です。この世界大会に向けて支援を集めるっていうことになった時も、真っ先に支援してくれて、足りやんかったら言ってきてとか言ってくれたぐらい、本当にこう、なんだろう、見返りを求めず、ひたすら応援してくれてる存在で、もういつも本当に励みになってます。ありがとうございます。大会頑張ってきます。最後まで応援よろしくお願いします。ゆうりさん、動画見てくれてますかね。ゆうりさんは今回僕がその世界大会に出るにあたって、いろんな渡航のための準備だったりとか、いろんなことを手取り足取り教えてくれて、僕のこの今回の世界大会の挑戦を本当に支えてくれた人です。ゆうりさんのおかげでオランダにも来れたし、パリにも来れました。フランス本当に綺麗で楽しくて、来てよかったって思ってます。本当にありがとうございます。とはいえ、メインは世界大会なので、4日後ぐらいですかね、世界大会ほんまに頑張るんで、最後まで応援をよろしくお願いします。Is everything museum? Yeah, museum is under the pyramid. Oh. Under the pyramid, you have the museum. Oh! And you pyramid! Yeah! Yes! Yabai! Yabai! Okay, 来ました。ルーブル美術館です。やばい。やばいっす、マジで。このルーブル美術館の前でもロングボードしてる映像っていうのがたくさんあって、ここもまあ、なんだろう、有名なロングボードのスポットの一つです。なんかごく稀にキックアウト食らうこともあるそうなんですけど、まあ試しに行ってみようってことで連れてきてくれました。せっかくなんで滑ってるとこ撮ってもらおうと思います。やばいイエーウーマーク、マーク、ゴー、レッツゴー。ふThank you.
はい、お疲れ様です。もうすぐ5時なので電車に乗るためにパリ北駅に戻ろうと思います。残念ながらエッフェル塔のスポットは行けなかったんですけど、本当にずっと憧れてた場所でスケボーできたっていうのが本当に嬉しいし、めちゃめちゃモチベーションが上がりました。結構ここ最近練習しなきゃって言って根詰めてた部分が多かったし、あと渡航の準備とかで結構気がめいてた部分があったんですけど、今日一日いろんなロングボーダーと関わることができたりとか、こう気持ちが上がるところで練習できたっていうのがすごくでかいと思います。もう一生忘れない経験になると思います。ここに来れて本当に良かったです。僕がここに来れたのもたくさんの人が支援してくれたおかげだと思ってます。ではこの流れで僕の大切なサポーターを紹介しようと思います。次に紹介するのはリュウちゃんです。リュウちゃんももうみんなそうなんですけど、もうリュウちゃんも僕のことずっと応援してくれてる人で、今回のこの世界大会もそんな自分で全部費用負担するんじゃなくて、応援したいと思ってくれる人たくさんいるし、周りの人から支援を集めて出るっていう方が周りの人にとっても嬉しいことだよっていうのを最初に言ってくれたのがリュウちゃんだったと思います。もう僕からしたら過剰って思えるぐらい応援してくれるおかげで、僕にもしかしたら全然足りてない自信っていうものがどんどんこう上がっていったようにも感じます。リュウちゃんがめちゃめちゃ応援してくれたり自信つけてくれたおかげで、いろんなロングボーダーが誰もやってないことを僕は結構積極的にできてるっていう部分はめちゃめちゃあると思ってます。リュウちゃんいつも応援してくれてありがとうございます。ちなみにリュウちゃんはスナックキャンディっていうところを曲がりして今カレー屋さんをやってて、今はお笑いの活動をしてるっていう結構ぶっ飛んだ人です。お笑いが好きだったりカレーが好きって人はぜひ役員のスナックキャンディを調べてみてください。僕はカレー大好きです。なんかもうすぐお笑いのイベントを定期的にやるみたいなので要チェックの方です。改めてリュウちゃんありがとうございます。リュウちゃんのおかげで、貴重な体験ができてるし世界大会に出ることができます。世界大会死ぬ気で頑張ります。引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ではパリ北駅に向かおうと思います。パリ名残惜しいけど帰ります。駅に向かったんですよ。なんかずっと坂道になっててめちゃめちゃ気持ちいいです。ずっと乗ってます。で僕練習終わりだし荷物も多かったんで足もつりそうになって汗だくになりながら帰って、あっきり間に合うって思って行ったら間に合わなかったんですよ。もう目の前に電車あるのに You too late って言われて、いやトゥーレイトではなくないとは思ったんやけど、いや電車そこ見えてるしと思って、でまあすぐ次の電車手配してもらって今こうして帰れてるんでよかったんですけど、1時間パリで待ちました。今日本当に楽しさで言うとロングボード始めて今年で5年目にぐらいになるんですけど、間違いなく今日が一番楽しかったです。パリの街並みもすごい綺麗で、上手い人たちがここで練習したりとか生活してるんやなって想像するだけですごいこう感慨深いって言ったらいいですかね。なんかこう思うものがあって本当になんか幸せでした。世界大会に勝ってから言いたかったですけど、もう今日の時点でなんかロングボードやっててよかったって思っちゃいましたね。Notre train de cette gare de Anvers Centrale de Rotterdam Centrale